listening to A Stage. ハイサーイ。今週も始まりました A Stage パーソナリティの浅野明人です。MC の立石真由子です。この番組は人生のステージを紐解き、明日からのドキドキワクワク、そして活力をお届けする番組です。そしてこの番組は東京の税理士法人若葉の提供でお送りしております。今日は収録での放送となっておりますので、はい、ツイキャスト、YouTube での動画付き配信は行っておりません。ごめんなさい。また来週は動画付きでお送り配信をしていきたいなと思いますので、はい、ぜひ、来週をチェックしていただけたいなと思います。ということでですね、今週はちょっと収録での放送ということになってくるんですけども、まあ8月に入ってきたと、8月3日、はい、放送です。自分たちにちょっとね、はい、ちょっとイメージを沸かせるために、はい、8月3日放送です。はい、ということでですね、あっという間ですね。もうあっという間に8月に入ってきたということで、今年残り5ヶ月ですよ。そうですよ。いや、出た、はい、カウントダウン、カウントダウン、立石真由子のカウントダウン、はい、5ヶ月、100日になったらね、また言いますからね、私はね、はい、100日は、ということは、だいたい3ヶ月ぐらい前、9月末ぐらいじゃないですか、3ヶ月ちょっとだから、はい、そっか、あっという間ですよ。もう早いな、そう考えると。そう、そうするとね、すぐね、あの浅野さんの誕生日になるんだよね。そうだね。そう、毎年。いやー、また大台に乗っちゃう。乗りますね。乗ります、もう。はい。いや、信じられない。信じられなくない？あ、信じられない。めちゃくちゃ信じられないよ。浅野さん出会ったの4年前ぐらいかな、だと。5年前かな。信じられません、全く。信じられませんね。本当に、うん、まあ、まあ数字だからな、ただの数字で。数字です。まあいいか、うん、何かを言い聞かせてますが、はい、自分にね、自分にね、うん、でも ね、やっぱり変わってきたところありますよ。気持ちは変わってきてないですけども、ね、うん、いや本当ね、白髪が増えました。めちゃくちゃ多い。本当、はあ、まあ、染めてないですけどね、ちょっとね、見えないようにしてますけど。まあでも大台乗りますけど、私出会った時多分浅野さんね、うん、私29の時34でしょ。そうだね、はい、そう、うん、20代だった、私出会った時。ほら、まあ、僕が何のほーらですか。ほら、A ステージで、うん、その頃は多分僕今よりも10数キロ痩せてたと思いますね。そう、私ね、出会った時に浅野さん十何キロ違うんだよ。すごいよね、それもまたね。そう、それは変わります、いろいろ。いろいろ変わるわな、はい、それは、はい、いろんなことがありました。痛風にもなりました。そうですね、沖縄で火傷もしました。火傷もしました。はい、A ステージも始まりました。確かにね、そうですよ、うん、A ステージも始まりました。 A ステージ、はい、そうだね、はい、始まりましたし、いやー、しみじみ時の流れを感じております。はい、時の流れを感じてる8月最初の放送でございますね。ね、リスナーの皆さんはね、どんなあの夏をお過ごしになっているんでしょうかね、はい、夏ね、夏の思い出、うん、浅野さんちょうどあれなんじゃないですか。夏の思い出はやけどでしかないよね。今年の思い出、うんうん、今年の思い出はね、まだあのなんかこれというのがないですけど、そのね、ちょうどこの放送の前日に長岡花火を見ていたりするので、はい、はい、なんかそれが思い出になるんじゃないかなと。めちゃくちゃなりますよ。私が逆に行けないですけど、うん、3年連続行ってましてですね、うん、皆さん日本三大花火はぜひどこかで、ね、見るっていうのは、まあ、今年難しい方は来年どこかピックアップして行っていただきたいでございますよ、はいはい、ね、来週はね、ちょっと感想もね、皆さんシェアできたらいいなと思いますけど、はい、楽しみです。ただ長岡花火のプロの人がいて、そうですよ、うん、あの知り合いでいたのよ。あ、知り合いでいたんですか。別でいて、別で。あ、そうなんですね、うん、もうあのもっとプロ、本当のプロ、もう全部花火の順番種類全部教えてくれて、おで、これはこういう意味があってとか、あ、意味まで、そう、全部意味もある。でこの時にはこの曲が流れてとか、あ、うんうん、もう全部教えてくれて、でその方が教えてくれたのは、うん、ちなみにあのアプリがあるんでダウンロードしておいてくださいって言われたんですよ、うん、あ、そうそうです、去年からかな、ね、スタートしたんですよ、そのアプリが、ね、そう、アプリもあるのかと。
そうアプリとともにこう進行されて楽しめるっていう、うん、ねみたいね、はい、でそれであの七色ライトみたいなのもねそうあるらしくてそうただねその七色ライトを振る頃には僕はもうね新幹線に乗らなきゃいけないのでもう歩きながらか振る暇もない振ってる頃には見れないかもしれないですけど平原綾香さんのジュピターは現地で見れるんですか多分ねあの辺ぐらいにはもうあの行かないと動かないとダメみたいであらそうなんですよあら、まあ、そんなこんなでね全部を堪能できるわけではないんですけども、はい、でも非常に思い出に残るんじゃないかなと思っておりますので楽しみたいなと思います、はい、まあそんなもんよねそんなもん、うん、十分です、はい、十分、はい、十分でね十分ですということでね今週もいつものやつからやっていきましょう、はい、やりましょうではいつものやつをいきますよはいお願いします、はい、この世の中には人の数だけ人生のステージがあるということで今週もねピックアップをしていきたいなと思います、はい、今週のピックアップ衛星誌はオリンピックテーマ曲特集ということで先週ねオリンピック特集ということでこのパリオリンピックが始まってますもう熱い戦いが始まってますけどもそのね見どころなんていうのをねいろいろピックアップしてお送りしましたけども今週はですねじゃあテーマ曲、はい、いいんじゃないっていうことでいいんじゃないってねいいんじゃないっていうことで、ね、テーマ曲だってさ、はい、今までの過去のオリンピックを振り返ると絶対曲とともに思い出すじゃんそうなんですよね、うん、なんかそのちょっとテレビ離れしちゃってるところあるんですけど、うん、多分その、ね、2年前4年前とかになってくると、うん、あ実家でこれ見てたなとか、ねね、競技とともに音楽が蘇ってきた、まあ、逆もあると思うんですけどそうそうありますよねあるあるある、はい、なのでねちょっと今回はテーマ曲をねフォーカスしてやっていきたいなと思っております、はい、ということで、はい、まあちょっとねずらずらとね一覧を見ましたけども、はい、まあ旬の方たちあとはオリンピック定番の方たち本当になこのオリンピックを盛り上げてくれそうな方たちがテーマ曲を歌っていると、はい、ちょうどねこの放送したのは、はい、あの開会式の翌日になるので、はい、まだねテレビでそんなに放映してないのでまだ耳なじみがない状態ではあるんですけども、はいはい、おそらくこの放送されていることの頃にはねあこのそうそうこの曲っていうね状態になってるかなと思います、はいはい、まずですね NHK NHK 行きましょうか NHK これはね、はい、僕らも2週間ぐらい 2,3 週間ぐらい前にピックアップしました、はい、夜遊びの舞台に立ってという曲がですね、はいこの主題歌にテーマソングになっているということでまあ本当に旬なアーティストでまた盛り上がるっていうね、はい、感じですよねなんかそのなんていうんですかその曲によってそのアーティストさんのチョイスがあると思うんですけれども、うん、本当に YOASOBI の、 あのお二人をチョイスしてくれて本当になんか私も嬉しいって気持ちと、うん、でそれに沿って NHK 過去のも遡るとやっぱりあの私はもう栄光の架け橋が断トツです。いや栄光の架け橋はねもうオリンピックの曲って感じよねだってあのあれ新体操であってますか新体操体操あ体操ですね体操のこれが栄光の架け橋だっていうもうあれも忘れられない本当に最後あれでね決めましたから金メダルをはい、はい、いやあれはすごかったですよねいやいろいろね残ってますでも NHK の曲っていうのは皆さんもやっぱりまあ他局に比べても印象に強いことが多いのかなうん、うんうん、そんな気はしますで今回ね日本テレビ系列は誰かというと、はい、こちらも衛星誌ピックアップしました、はい、ミーシャさんです、はい、いやまた心から全身震わさせてくれる本当曲でミーシャさんのフルール・ドゥ・ラ・パシオンっていう、ね、読めました、はい、読めましたフルール・ドゥ・ラ・パシオンっていうね、うん、曲です、まあ、あのフランス語で言うとフランス語のタイトルなんですね、はい、フランス語で言うと情熱の花たちというね、はい意味らしいです、はいうん、なのでね、まあ、これもね聞いたんですよでミーシャさんらしいあの壮大で感動的な曲調、はい、
なんだけどサビにかかってアップテンポになるよね、うんうん、すごくやっぱりあのオリンピックの躍動感みたいなのを感じられる、本当に感動的な盛り上がる、曲になってるなというふうに、感じました。感じましたっていうね、感想を言い始めたみたいな感じになってますけど僕の感想を言うコーナーからみたいな。でテレビ朝日系列は、はい、This is Green Apple 人気ですよね、はい、人気ですね。アポロドロス、はい、はい、これ僕まだね聞けてないんですけども、なんかね盛り上がる、まあ、バンドなのでね、はい、盛り上がる曲調になっているということで、ぜひこちらも注目したいなと思うのと、あと TBS 系列ですね、はい、サザンオールスターズです、はい、ジャンヌ・ダルクによろしくという曲です。楽しみすぎる、もう曲名いやこれはねもう僕聞きました、はい、いやなんかこれもちょっとねあのどっちかっていうとスローテンポな曲調ではあるんだけど、なんかじわ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 心が揺さぶられるようなね、本当になんかこうオリンピックっていう感じがする曲調になってますんで、はい、ぜひね、まあ、桑田さんも結構オリンピックやってるよね。なんかそのイメージある。うん。うん、で僕驚きといういい意味での驚き。はい。フジテレビ系列。はい。なんと。はい。菅田将暉。じゃじゃーんということで。クジラ。はい。はい。ちょっとこれ意外なところから来ましたね。でも聞いたらこれもなんか世界観があってね。なんかすごくこう。なんかやってやるみたいな、うんうんうん、そういうものが感じられる、なんかすごいこう世界観がすごい強い曲だなと思って聞いてました僕は。また感想みたいなね、感想聞いてました、ね、また感想です。でもフジテレビさん面白いですね。私もいろいろ見させてもらって、うん、関ジャニエイトさんとか、うん、グリーンとか、グリーンも私世代ですごい流行ってたアーティストさんですし、流行ったっていうかすごいなんかこう盛り上がってた時、ね、確かにそう、エグザイルさん、彩香さんとか、まあ、いい意味で本当になんかこう、はい、なんていうんですかな、その時その時で狙ってますよねフジテレビは。いや本当にだって2012年ロンドンオリンピックだってスーパーフライさんとトータス松本さんのコラボのやつです、うん、そうだよね。そうこれ多分それ用にやったんでしょうね。多分そうですよね、うん、はい、そうか。あ確かにロンドンオリンピックは倖田來未さんのウィンド、もうこの曲も私大好きな曲、はいはいはい。いやもう本当ね、夏のオリンピックだけじゃなく冬のオリンピックもね含めて本当にさまざまなアーティストさんがフジテレビさんねピックアップテーマソングにしていると。まあその点なんかあのね他の局の方、はい、局の方って局の方他の他局のね、テーマソングは割となんか系統があるような気がします。はい、あだってテレ朝さん福山雅治さん本当に多いですね。そうそう福山さん推しだよね。すごいちょっと面白いです。皆さんもぜひですね、そうそうそう振り返ってみてください。その一覧がねやっぱり載ってらっしゃるので、うんうんうん、で TBS 系列は SMAP ですよ。はい、うん、SMAP がライブやってますよ。はい、2000年、2002年とかモーニング娘さんも TBS いらっしゃったんですね。あやってたんですね。おあなんかウィーアーライブとか懐かしい時代を感じるというか、なんかすごい思い出に浸りそうな、はい、皆さんもまじまじ見ちゃってますけれども、皆さん思い出の曲ありますかね。え、はい、あのちなみに A ステージでも有名になってきましたけど、私はラルクアンシェルファンデでしてね、2010年のバンクーバーオリンピックで冬のオリンピックね、はい、はいはいはい、テーマソングになった時は本当にあの嬉しかったというか、やっぱりそのアーティストさんきっかけでねオリンピック見るようになったりとか、なんか多分見るようになるきっかけが様々だと思うんですけど、うんうんうん、いやでもラルクってすごいよね、はい、第一線の中の第一線で活躍し続けているよね、30周年ですからね。全然オリンピックとか話がそれるんだけど、はい、最近だとさこの鬼滅の刃の主題歌知ってましたか。そうなんですよ、はあ、マイファースのヒロと、はい、一緒に歌って一緒にテレビガンガン出て、うん、ちょうど今年の5月まであの
日本ツアー終わってやりきったと思ったらソロライブ終わって次テーマソング出して気合入っております。53歳の前後の男性の人たちがすごい元気よね。いや本当にすごいと思いますよ。そう、それこそ、ね、オリンピックと話しされちゃうけど、あのグレイのリーダーとラルクのリーダー2人の対談テレビとかもこの前やってて、やっぱりね背中見せ続けたいよねとか、あの時か、うん、先に会場借りちゃったから大変だったよねとか、あ時代を作ってきた人たちもね、あ時代を作ってきた、もうだから今回のね本当にあのパリオリンピックでもいろんなドラマが生まれるなと、背中見せてくれる人ってすごいなって思って、すごいですよ、楽しみですよ、うんうん、いやこれちょっと振り返っていくと、やっぱりこの NHK の主題歌ってやっぱすごい残ってるなと思って、はい、うん、特にやっぱりさっき言ってたねゆずの栄光の架け橋、はい、これはアテネオリンピック2004年のアテネオリンピックのテーマソングになっていたと、はい、まあ、その辺からすごいやっぱり残ってるな。でその次の夏のオリンピック、はい、2008年の北京オリンピックの主題歌はミスター・チルドレンのギフト。ギフト、いや、ギフトも残ってるなと思って。うん、残ってます。残ってるよね、うん。むしろここですごく覚えてるっていうところはありますよね。うん、そして2012年のロンドンオリンピックは、生き物係の風が吹いている。はい、これも残ってるよね、はい、すごい。残ってますね。もう残ってるって話しかできなくなってきてますけども。残ってる。そして、その次の夏のオリンピック、はい、2016年リオデジャネイロオリンピック、はい、その時は安室奈美恵さんのヒーロ ー, ヒ ー, ローこれもめちゃくちゃ残ってるよね。いや本当にヒーロ ー, ーヒーローですよ。でなぜか僕個人的な意見ね、うん、個人的な意見でこの東京オリンピック嵐のカイト、いまいち残ってなくて、あ、競技に夢中だったんじゃないですか。そうかな、もしかしたらなんかその、うん、あ、まあ、アーカイブとかなんかっていうところで見るよりも、うんうんうん、なんか生で見てライブで見て燃え尽きてたみたいなのはあるかもしれないですよ、なんかねちょっと、うん、ただやっぱり NHK さんすごいやっぱり印象に残ってますめちゃくちゃ、はい、いやこのなでも安室さんのヒーローとかね、はい、残ってるな。皆さん今日は浸ってください皆さん。なんかね、はい、やっぱりそのドラマが見えるよねこの歌から。いや本当にでもこれさ、うんうん、アーティストの方はおそらくこの、ね、今回だったパリオリンピックのテーマソングをお願いしますというオファーが来るわけじゃん、うん、どんな風に曲を書いてんだろうね。ね。そっち側目線もいろいろ聞きたいな。聞きたいですね。聞きたいですね。いや、本当に思う。なんかその、ね、それぞれ作詞作曲してテーマでって、うん、もちろんいつもドリアライてるところあると思うんですけど、うんうん、なんかその、今、さっきね冒頭でも曲を思い出して競技を思い出す人もいればって話をこの遡って話してますけど、はいはい、やっぱり皆さんもアーティストとして歌 を通して感動を届けるプラスアルファ、ね、競技をまた重ねて、ねうん、感じてもらえるきっかけってすごいことですもんね。すごいことですよ、うん、いや本当ね曲の力ってすごいねそう思うと。で本当にすごい。だってオリンピックとまた話それますけど、うん、曲の力すごいと思うのは、私ちょっと12月に自分の大きなやっぱイベントをやってるんですけど、うん、エンディングで使わせていただいてるのが、私スーパーフライさんの輝く月のようにってやつを毎年使わせていただいてて、うん、あの曲はまゆちゃんの曲だよねってやっぱ言われるんですよ。あの曲でなんか締めくくるよねちょっと言われる方がちょっと増えてきまして、うんうん、でそれを聞くとなんかそういう人生を送りたいなって思えるようになったって声も私ちょこちょこもらえるようになってきたんですよ。だから曲とかやったらテーマソングとかって本当に大切なんだなっていうのは最近思います。いや僕もテーマソング作ろう。作るのね自分でね。自分でね自分で作ろう、うんね、曲と話しとれますけど、ほら浅野さんだったらねあのブランディングやられてて匂い香りとかだってね、うん、香水とかもすごい大事にされてますよ ね, 結構ね。ああ、ね、そうだね。そうそうそう、うん、やっぱりこう五感にね訴えかけるものって、うんうん、
でも全然また話がそれるんだけど、どうぞ。でもやっぱりこの時代がすごい関係してると思うんだけど、結局今の時代はあの視覚と聴覚への影響力ってすごく強いんだって、はい、でだからあの SNS があれだけ浸透してる、うんうんうん、あの見るっていうものと聞くっていうもので浸透してるっていうのがあるらしくて、でこのちょっと先の未来はもしかしたらその嗅覚にアプローチをした何か新たなコンテンツができてくるんじゃないかっても言われてて、いや本当そう思います、うん、あの最善切ってほしいです浅野さんには。これ、ね、いや僕は無理だなそれは。これ ちなみになんでかっていうと、うんうん、五感で一番忘れにくいのって嗅覚なんですよ。ああね、思い出すよね。そうで一番忘れちゃうのが一応なんかあの聴覚になってくるので、うん、もうちょっと匂いでそうなんだよね、うん、そうそう、よくねこう何授業とかさ、うん、セミナーとかもそうだけどさ、やっててもさこう聞いたのってもう1日だともうほとんど忘れてるとか言うもんね、うんうんうん、何割しか残ってないみたいなね、はい、うん、確かにな、本当にでも嗅覚に関してはすごい残っている話で言うと今思い出した思い出した僕はそのまあオリンピックのテーマソングつながりでもあるんだけど、ゆず、ゆず、ゆずさんのライブスタッフをね、はい、やったことがあるんですよ。ライブスタッフのアルバイトですよ、学生の時に、ね、はいはい、学生の時にアルバイトをやって、はい、そのいわゆるライブ会場、大きなホールの中にあのスーツを着てね、観客の方にを向いて立ってるね、はい、仕事なんですけど、はい、でその会場の中にいたじゃん、はい、今でもそのライブの中で唯一覚えてる曲、まあ、いろんな名曲をやってたんだけど、はい、一番曲に残ってる曲って何かっていうと、はい、スミレっていう曲で、うん、このスミレって曲ってシングルカットされてない曲なんですよ。あ、そうなんですね、はいはい、うん、でやっぱりその栄光の架け、今まだその時は栄光の架け橋はなかったけど、例えば夏色とかあの名曲いっぱいあったわけですよ、はいはい、有名な曲ね、うん、それよりもそのスミレっていう曲がすごい残ってて、うん、それなんでかって思うと、そのね会場の中でスミレの曲が始まった時に、うん、スミレの香りを全体に出した。すごい、すごいよね。すごいです。それだけその香りの印象って残ってるんだなって今ね思い出しちゃった。すごい、それぐらい嗅覚ですね、うん、嗅覚っていうのと、やっぱ五感使ってね、そうそう、物事を見るってすごい大事ですので。大事ですよ、オリンピックも本当に。そうですよ。であの時のゆずさんはあんな栄光の架け橋という名曲ができるとはまだ想像もしてなかったんだろうな。だって何年前ですかそれ。いやもう何年前って20年以上前ですよ。あ、本当に、うん、僕まだ10代の子だから。あ、だから20年、20年か21年、うん、21、2年ぐらいかもしれないね、もしかしたら、はいはい、うん、ですよ。すごい懐かしい。うん、いや本当ね、このオリンピックでねまたヒット曲がこの中からね、はい、ヒット曲というか皆さんの思い出に残る曲がたくさん出てくるんじゃないですか。はい、うん、楽しみです。この1ヶ月皆さんとこうね同じ共通のね、はい、世界を見ながら過ごすのが楽しみなので、うん、ぜひ楽しんでいきましょう。そうですね、はい、僕は今あとね先週エマさんと金メダルの獲得数の賭けをしたんで、はい、それでドキドキです、はい、どっちにニアピンか分かんないようなあれですけども、29とかだったらいいね、2人ともなんかそう平和に終われる、平和に終われるやつで負けたら罰ゲームっていうね、はい、話ですから、はい、罰ゲームはしたくないなと思っておりますので、はい、皆さんそれも楽しみに注目しておいてください。はい、はい、ということで今週は収録での、ね、放送になってまいりましたということで、はい、また来週は生放送でお送りしていきますので、はい、ぜひ、ツイキャス YouTube ライブをチェックしていただいてコメントもたくさんいただけたらなと思います。ということで今週もありがとうございます。ありがとうございました。パーソナリティの浅野明人と MC の立石真由子でした。また来週、バイバイ。バイバイ。You're listening to A Stage.